はいどうもめちゃねです。本日私はですね横浜みなとみらいの方にやってきておりまして、本日9月24日にですね開業いたしましたヒルトン横浜さんの方にね本日はチェックインさせていただくということでね、こちらの方にやってまいりました。昨日ね沖縄から帰ってきてですね、横浜、開業ということで、迎えてます。でこちらね横浜系アリーナ、まだね一応9月22日に県コーポレーションさんがですね発表をしまして、本日2日後のね9月24日に開業いたしたというところで、結構ねやっぱり皆さん見に来られてる方いらっしゃってですね、非常にね、いい感じでございます。これがねライブとかも始まったりするとまた非常にいいんじゃないでしょうかね。でこちらのホテルはですね国内海外に計35軒のホテルを展開する県不動産リース株式会社さんがですね運営を営んでおりまして、横浜みなとみらいに誕生するヒルトン横浜ということでございます。宿泊予約はですね2023年4月26日にね開始しまして、私もねようやくもう半年近く待ってねようやく開業ということで、客室自体はスイートを含む8タイプ全339室ありまして、全室31平米以上という形になっております。で今回はですねダイヤモンドステータスの方も含めて、ほとんどねダイヤモンドステータスの方みたいですけど7割ぐらいね稼働しているような状況だそうです。はい、めちゃめちゃね楽しみです。まあね結構混雑予想されますけれども、早速ねこれからチェックイン手続きね向かっていきたいなというふうに思います。楽しみです。行ってまいります。こちらがね、エクセクティブラウンジでございます。今ねこちら特別に撮影させていただいてますけど、こちらにですねカクテルタイムにはいろんなねお料理が並ぶという感じですね。めちゃめちゃ広い、結構な足の数出るんじゃないでしょうか。朝食とかもねこちらで出る感じで、間仕切りがねあってですね、ここは今ティータイムの時は壁になってるんですけど、まあ、ここが空いてですねカクテルタイムは開放されると、まあ、朝食の時も開放されるという感じですね。はい、とりあえずねこんな感じで持ってきました。いただいていきたいと思います。ラウンジもね結構広いですし、置いてあるものもねめちゃめちゃ豊富で、多分ねカクテルタイムとか、朝食のねビュッフェ代もめっちゃ広かったんでね、まあ、結構種類出るんじゃないかなと思います。ここでとりあえず食べて、お部屋の方にね向かっていきたいと思います。ラウンジもねめちゃめちゃいい雰囲気でした。これからですね25階のお部屋の方にね上がっていきたいと思います。いやーここまでね全てがもう最高です。お部屋も楽しみです。はい、じゃあね本日25階のねお部屋に皆さんいただいております。5階がねエクセクティブラウンジ、4階がねレストラン、1階4階を経営する感じです。はい、それではね、こちらが25階のですね、エレベーターホールでございます。見てください。このね、住居とか、めちゃめちゃ高級感あります。なんかね、雰囲気はハイアットリージーシー横浜さんとね、やっぱり近い雰囲気があるかなというふうに思います。どうですか？で、製氷機がこっちですよということで、廊下もね、めっちゃ広いんです。はい、すごいね、月のある高級感漂う大人のね、ホテルっていう感じですね。で本日ねこちら2501号室に、アサインいただいております。早速ね中入っていきましょう。はい、
さっきねちょっと一回入って一応玄関からもう一回ね撮りたいなと思って撮り直してますけれども、はい、25階につきましてはですね、各階12階以上かな、エクセクティブスイートっていうのがありまして、2501、まあ1号室ですね。でこの25階にはもう一部屋ね、プレジデンシャルスイートがございます。まあ一部屋だけということで、ここはねさすがに、いくらなのかも分かりませんし、どんなお部屋なのかもねちょっと見当もつかないですけど、入っていただいて右手ねすぐ、ヒルトンのね傘が置いてございます。そしてこんなね高級感漂うオブジェがございます。ゴールド結構ねやっぱ横浜で、まあ、ジャズ発祥、みたいなところも意識されていて、ラウンジとかもね結構奥だったりとか、あのジャズ、音楽に関連するような書籍だったりとか置いてたりしてますね。オブジェもね結構そういう音符だったりとか、足だっていうものを使ってるみたいです。はい、廊下もねめちゃめちゃ広いの。はい、こんな感じ。玄関がねほんと広いんですよ。でやっぱりね大人の雰囲気を醸し出してる、こういった、ローツウッドみたいなね落ち着いた雰囲気の、ウッドがね使われてます。上もねこれが反射して影がねまたいい感じになってます。なんか意味してるんでしょうかね。はい、で入っていただいて、左手ですねこちら、まあ、扉は当然ね閉めていただくことできますが、水回りですね、洗面化粧台が2台、ございます。このようにですね、はい、拡大鏡があったりとか、そして、こちらクラブツリー&イブリーのね、ハンドウォッシュボディローション、そして、ね、これスイートのみみたいなんですけど、こちらモルトンブラウンのですねアメニティも置いてございます。これは嬉しいですね。はい、2台分ねこのようにございます。でここね一応電気つけられるみたいなんですけど、スイッチがね見当たらない。どこにあるんでしょうね。これかな、つきました。あ、一気にね明るくなりましたね。このねスイッチ類もね非常におしゃれなんですよね。こんな感じでね、はい。で足元にはバスローブと体重計、そしてヘアドライヤーねございます。ヘアドライヤーどんな感じでしょうかね、ちょっと開けてみたいと思います。はい、ヘアドライヤーにつきましてはこちらのナノケアツヤ消しブラックのなんかね高級感あるナノ E のモイスチャープラス、いいですね。はい、そしてですねこちらね椅子がこのようにありまして、ここねアークっぽいんですよ。開けていただくとこのようにね腹しドレッサーに、ね、なるという感じですね。これは女性嬉しいんじゃないでしょうかね。電気がねつくのかなと思ったんです。ここはねつかなかったですね。はい、でこちらの方にはこういったバスソルト、ボディタオル、そして石器製のね、はい、スキンケアセットももうね置いてあります。でマウスウォッシュ、はい、ございます。クリアミントと2種類ありますね、スイートミント、そして歯ブラシ類とかね、はい、こんな感じ。木じゃなさそうです。はい、いいですね。最近のはね木がやっぱり多くなってますからね。で足元タオル、このようにございます。はい、でこちらがですねお手洗いですね。お、開いた、こんにちはです、こんにちはタイプのウォシュレットとなっております。ここのねこれもなんかおしゃれな円みたいな節もねゴールドですよ。お手洗いこんな感じですね。まあすごい落ち着く空間です。はい、そしてそのお隣がこのバスタブ、見てください。ふんだんに石がね使われていてめちゃめちゃ高級感があります。ここにはちょっとねクラブツリー&イブリンじゃないんじゃないかなっていう気はしますけど、私は匂いはね好きなんでめっちゃいいんですけど、このバスタブはめっちゃおしゃれ。これはね本当にバスソルトを利用してゆっくり浸かりたいですね。こちらからねほら夜景もね多分見ていただくことができますね。いやーこれはね夜お風呂入るのが楽しみです。はい、でこちらシャワーの方もねレインシャワーとハンドシャワーボタンタイプとなってます。まあやっぱ新しいところはボタンタイプ増えてますね。はい、こんな感じです。じゃあシャワーね出しましょうか。おお、こんな感じ。いやーいい曲線描いてますね。レインボーな感じします。ちょっと何言ってるか分かんないですけどね。はい、でこの奥ですね入っていただくと収納スペース、
ウォークインクローゼットがねございます。足元にはアイロン、この下が空です。ここね、でも全部中もねブラックで落ち着いた感じですね。でブラシ、シューブラシですね、シューシャインとございます。こんな感じで、アクセサリー類ね置いていただく、はい、こういったマットがあって、こちらにはセキュリティボックス、セーフティボックスがございます。で、アイロン台と、こちらがね靴べら、めっちゃ長い。そして消臭剤があって、まあ、ハンガーもねめっちゃいっぱいあります。はい、で荷物置く台があったりとかね。で、こちらですね、スリッパ、これもねせっかくなんで開けてみましょうか。こんな感じで滑り止めがねついたモフモフタイプで、ございます。まあ、特にねロゴとかは入ってはございません。はい、そして足元ですね、こちらランドリーのね袋があったりとか、ルームウェア、あ、めっちゃおしゃれ、セパレートタイプですね、セパレートタイプのルームウェアがねございます。グレーになってますね。はい、でこちらは空で、こっちも、はい、こんな感じです。ここのねホテルはプールとかね特にないですね。でバスローブとかね引っ掛けるフックがあったりします。で先にじゃあ寝室いっちゃいましょうか。主寝室もキングサイズで、このなんだろう、もう高級感あるベッドパネル、はい、まあそこも見たいんですけど、まあこちらもね扉で間仕切っていただくことができます。こっちもねリビングの方と間仕切っていただくことがねできるようになっております。まあ、一応ね開けときましょうか。はい、でエアコンのねパネルがこのようにございまして、いやー見てください、めっちゃなんかオフィスとかね行ったことないですけど、オフィスとかそんな感じのね高級感ある、ここら辺の模様なんかもね、なんか意味してるんでしょうかね、すごい、いやーめっちゃねでかいですよ、高級感、重厚感からっていうんですか。そしてねこのカーペットとかも何気にねふかふかなの、ちょっとね深さがある感じ、いやーなんかいやーいいですよ、めっちゃいい。はい、でこちらねベッドパネル、読書灯だったりとかフットライト、マスター類、そして USB-C、コンセント、 USB-A は逆にねもうありません。はい、でティッシュと、リモコンですね。はい、まあ、アプリとかあるんで、これもね多分、YouTube とかね、オンデマンドは対応してるんでしょうね。はい、でこちらはカラーですね。でテレビもねめちゃめちゃ大きいですね。ちょっとねつけておきましょうかね。テレビめっちゃ大きくないですかこれ。ちょっと音量ね多分出ちゃうんで閉めておきましょうかね。はい、でゲストサービスだったりとか、レストラン、ルームサービスのメニューとかね、チャンネルガイドとかございます。ゲストサービスの方は、まあ、こんな感じで施設のね、ご案内であったりとか、はい、こんな感じ、エクゼクティブラウンジが、7時から20時まで、フィットネスセンターが、16歳以上の方がね24時間利用していただけますということで、製氷機は7、10、13、3フロア置きですかね、7階からというふうになっているそうです。コインランドリーは、ございませんという感じですね。ランドリーサービスは有料で受けたまります。喫煙所はホテル等の4階、プリントサービスは有料でございますとかね、まあそんなことが書いてございます。はい、そしてね貸し出し備品とかですね、ユニバーサルアダプター、充電器とかヨガマット、爪切り、ベッドガード、ベビーシャンプー、お子様セットなどもございますという感じですね。で館内案内はね今準備中みたいですね。でインルームスパがこのようにねサービスでございます。60分1万1500円。ドライコースは60分9000円からとか、まあ、そんな感じになってます。はい、そしてね、インルームダイニングとかですね、レストランのご案内もございます。はい。こちらね、レストランの時間が書いてあったりとかね。はい、で、イタリアンレストランの方の、これはね、中学生未満のお子様はね、利用できませんということになってます。なので、今回ね、レストランは私、朝食会場と同じところをね、予約取らせていただいて、ディナービュッフェのところで予約取らせていただいてます。ここはね、大人なレストラン会場だと思います。であと、カフェだったりとか、バーですね。バーもね、めちゃめちゃおしゃれなんで、行ってみたいと思っております。で、インルームダイニングメニューもね、このように、アペタイザー3500円とか、チーズプレート2200円とかね、
サンドイッチ2200円とか、まあこんな感じでね、ございますので、よかったらね、詳細見ていただければ幸いです。で、キャスティングとかね、このように、はい、Wi-Fi があったりとかね、ございます。はい。では、こちらの続きですね。こちらの何ですか？ね、このチェアとかも、めちゃめちゃ高級感がある。ね、落ち着いた雰囲気となってますね。で、間接照明つけて、まあ、こんな感じでね、利用していただくような風になってます。はい。で、こちらね、テレビの、サイドパネルですね。カーテン類のね、スイッチもこちら側にはついてございます。で、時計だったりとか、あ、マーシャルのね、アンプじゃないけど、スピーカーがね、あってめっちゃおしゃれですね。いい音出そう。電話機とございます。で、こっちもね、引き出しの中は空となっております。常備灯がね、足元にございます。いやー、寝室もすごい。なんかね、天井も高いと思います。はい。で、ここら辺のね、はい。レースのカーテン上から落ちてくるやつなんですね。で、眺望もね、新横浜方面もね、見ていただくことができますし、これ貨物列車のね、線路だそうです。はい。結構レアなビューなのかもしれないですね。で、こっちもね、間仕切っていただくことができます。で、リビング。はい、こんな感じとなっております。ちゃっかりね、こんなように置いてますけど、今日ね、開封してみたいと思います。まあ、これはね、ちょっと置いといて、冗談でね、置いておきましたけど、はい。まあこんな感じでですね、リビングダイニング。テレビ、こっちもね、めっちゃ大きいんですよ。この椅子。大きい。はい。で、おしゃれなね、本が置いてあって、コンセントがね、2箇所あります。で、テレビめっちゃ大きい。これ、角度はね、寝室と同様に角度は変えられないタイプとなってますね。HDMI とかどっかさせるんでしょうかね。こっちにもね、はい。コンセントが2箇所ございます。で、電話機、ティッシュ、メモ用紙ございます。ゴミ箱ですね。はい。そしてこちらですね、お水、ワイングラス、そしてこちらはですね、はい、UCC のドリップポットとなってます。私はね、ネスプレッソより正直こっちの方が好きなんですけども、まあ、ハイアットリージェンシー横浜さんとかね、まあ、同じ同グループホテル、プレミアムホテルグループとなってまして、ハイアットリージェンシー横浜さんとかハイアットリージェンシー那覇さんとかね、運営してる会社さんですけど、同じものをね、使っております。はい。で、こちらね、嬉しいのが、スイートのね、お部屋からですね、ミニバーの飲み物が無料です。お水はね、もちろん瓶ですね。で、こちらが、電気ケトルとなってます。ラッセルホブスっていうんですかね。で、アイスペールございます。で、こちらがね、無料となってます。スイートルームは、ここのね、ビールだったりとか、あ、クラフトビールなんかもある、横浜の。嬉しいですね。めっちゃ量ありますよ、ペリエ。ポートサイダー。そしてね、こういったオレンジジュースとか、緑茶とかコーラとか、お水。ここら辺、結構なボリュームですけど、これがね、無料になってるのは結構嬉しいです。はい。地味に嬉しい。これはね、残念なことね、エグゼクティブフロアはないそうです。スイートルームの方のみの特典ということです。で、ここら辺のグラス類もね、非常に薄くて高級感あるものですね。マグカップも非常におしゃれ。はい。でございます。まあ、こんな感じ。いやー、すごい。ね、ここら辺のテーブルだったりとか。そしてここら辺の石張りのね、テーブルもソファーも。いやー、めちゃめちゃ、なんだろう、本当にね、高級だなっていう感じがします。で、こちらにですね、はい。これが USB-A と USB-C コンセントがね、ございます。まあ、LAN ケーブルとかね、特になさそうですね。で、ここら辺についてましたね。はい、空気清浄機がございます。まあ、本日はね、こんな感じのお部屋でですね、はい、エグゼクティブスイートの、まあ、ハイフロア高層階のお部屋にね、まあ、直予約で予約をね、取らせていただいて、宿泊させていただいております。いや、素晴らしい。いかがでしょうか。本日はこちらでゆっくりさせていただきたいと思います。おお、ここがですね、多分プレジデンシャルスイート、扉がね、めちゃめちゃ広い。そしてね、この奥の方に、製氷機がね、このようにございます。なんだろう、結構スペースがありますけど、製氷機だけありますね。なんか自販機とか入る予定なんでしょうかね。
ということで、ちょっとね、館内散策引き続きしていきたいと思います。はい、じゃあね、こちらがフィットネスですね。今ね、ちょうど人がいらっしゃらないみたいなので、ちょっと、ね、覗いていきたいと思います。ここもね、入り口からもうめっちゃ広い。タオルがね、このように置いてございまして、明るいですね。はい、さら地のところが向かい側なんですね。こちらね、鏡張りとなっております。最新のね、機器があって、こういったね、バランスボールだったりとか、ヨガマットとか、はい、ございます。お水、はい、こんな感じでね、ございます。そして、ウェイトマシンとかもね、こんな感じでございます。いやー、これはすごいんでしょうかね。はい、すごいですね。オールデイダイニングとか宴会場の方ね、見ていきたいと思います。4階朝食会場とかもですね、1階4階に降りて、何ですか、あの通路というか、あのつながってるみたいなので、そっちをね、渡っていかないといけないみたいなんですね。こっちがね、アンパンマンミュージアムの方ですね。こんな感じ。はい、でこちら奥ね、進んでいただきますと、パレードという、オールデイダイニングですかね、はい、がございます。この下にね、降りるような感じ、面白いですよね。4階に行ってから、多分一般のお客様も入れるような感じなんでしょうかね。ここをね、経由しないといけないという感じです。はい、こちらがね、オールデイダイニング、まあ、朝食会場でもある、パレードでございます。はい、まあ、こんな感じでね、ケーキなども売られております。まあ、今日ね、夜、ディナーで予約を取ってありますので、後ほどね、伺っていきたいと思います。この下にですね、ミュージックテラスプラザっていうのがあるので、ちょっとね、こっちの方を覗いていきたいと思います。はい、でオールデイダイニングね、一つ下ったところには、こういったね、ビール、グリルのね、デイベッジというね、お店もございます。こんな感じで、こちらからですね、はい、横浜Kアリーナの方にね、つながっている通路という感じになっております。こちらがね、ミュージックテラスという名称となってますね。はい、こちらがですね、デラックスルームのお部屋でございます。ツインタイプ、いやー、めちゃめちゃね、デラックスでも高級感ありますね。水回りもね、こんな感じとなっております。いやー、なんか贅沢な感じ。こちらですね、今プレミアムツインのハイフロアのね、お部屋をね、ちょっと見させていただいてます。ここがね、39平米、先ほどね、見させていただいたお部屋の方が31平米となっております。まあ、なんかね、やっぱりソファーの感じとかね、いいですね。はい、こちらはですね、ツインエクゼクティブルームに、今ね、ご案内していただいて、ショールームね、させていただいております。まあ、39平米あって、まあ、メインのね、作りは、まあ、大体一緒という感じですね。はい、で、こちらはリバービューのお部屋という感じになっております。こんな感じ、いかがでしょうか。はい、それではね、先ほど製氷機ね、見てきたついでのところで、ここが多分プレジデンシャルスイートだって言ってたとこ、なんとね、見させていただけるということで、2513号室失礼します。はい、もう玄関がね、めちゃめちゃ広い。158平米ね、あるお部屋ということでございます。このドレッサーとか収納がね、エクセクティブスイートとはまた一回り、大きい、倍近くある感じですね。で、おすごい、リビングでしょ。で、こっちが、ね、ダイニングだ。なんかね、このダイニングの作りとかは、ヒルトン広島さんのプレジデンシャルスイートとかと同じような感じで、みんなでね、会議ができる感じじゃないでしょうか。そして冷蔵庫がね、このようにあったり、ミニキッチンがあったり、するわけですね。今はね、まだここは予約のね、スタートが、していないような状況でございます。一泊いくらぐらいになるんでしょうかね。はい、158平米ですね。はい、まあ、こんな感じで一回り二回り、すごいですね。で、ここら辺ミニバーとかね、いやー、素晴らしいね、すごい。まあ、今ね、これ当然貸し出しするように準備ね、されてるわけではなく、こういった備品とかあるもののまたね、セッティングをされるんだと思いますけどね。まあ、こんな感じです。素晴らしい。一体おいくらなんでしょう。お風呂とか、おお、
丸いお風呂になってますね。素晴らしいです。こんな感じのプレジデンシャルスイートでございます。いかがでしょうか。はい、でこちらがですね、プレジデンシャルスイートの隣にあるですね、リバービューツインというお部屋となってます。まあ基本的にはですね、やっぱりプレジデンシャルスイートに泊まる、お付きの、ね、方だったりとか、が、まあ、利用されるというのもね、めっちゃ十分ここら辺もね、ハイアットリージェンシー横浜さんと同じような感じでね、仕切っていただくこともできるし、開放していただくような洗面所という感じのね、作りというふうな感じですね。だからまあ広くやっぱりね、感じる作りになってますね。はい、まあこんな感じのお部屋です。ベースはね、一緒です。まあ角だからちょっと作りがね、違うのかなという感じです。今レイ君とも合流して、ラウンジの方にね、やってきました。今ね、時間はね、16時半ですけど、もうね、結構混んでます。だからこのままね、17時のカクテルタイムの方にね、挑んでいきたいなというふうに思います。シャカピクミンバキミチミン。今お部屋の方に戻ってきましたら、ウェルカムアメニティで、これは白ワイン、赤ワインか、赤ワインでしょうかね。はい、いただきました。フルボディのワインをいただいております。ありがとうございます。これね、スイートに付いてるみたいですね。でそれ以外にウェルカムアメニティとは別に、なんかレイ君のね、誕生日付きということもあって、なんかおやつをね、追加でくれてるみたいですね。あとキッズアメニティで、スポンジとスリッパと歯ブラシをね、もらっております。はい、まあ一般的なやつですね、こんな感じ。はい、ということで快適でございます。素晴らしいですね。このようにメッセージカードもいただいております。はい、ということですね、今お部屋の方に戻ってきましたが、唯一ね、ラウンジがやっぱりね、もうしょうがないですけどね、開業日ということで、7割近くの稼働なんですけど、ほぼほぼ皆さんダイヤモンドステータスの方ということでございます。もう本当にね、非常に人気があるという状況ですね。だから、まあ、ラウンジでね、食事だったりとかをいただけなかった方はレストラン予約しようということで、当日ね、予約を取ろうとしてましたけども、案の定ね、どこもいっぱいということで予約が取れないという状況ですから、まあ皆さんぜひね、レストランにつきましては、オールデイダイニングはお子様も大丈夫です。もう一個のね、ミラノっていう方のお店につきましてはですね、お子様入れません。何歳だったかな、13歳以上かな、12歳未満が入れないという感じだったかな、ちょっとご確認していただきたいなというふうに思いますので、小さいお子様連れの方はオールデイダイニングか、まあ、外でね、食べていただくか、インルームダイニングをね、取っていただくということで、ご注意いただければなというふうに思います。で今日はですね、オールデイダイニングのレストランで19時45分に予約取ってますんで、そちらの方に向かっていければなというふうに思います。ですね、こちらディナーを、ね、予約してありますので、こちらのパレードの方でいただいていきたいと思います。お腹空きました。はい、ワゴンでね、カニをね、持ってきてくださるみたいで、めちゃめちゃ美味しそうです。一つじゃあお願いします。ありがとうございます。すごっ。
はい、こんな感じでね持ってきました。やばいですよ、もう肉という肉ね全部あるんじゃないかなっていうぐらいありますね。エビだったりとかね、そしてこれが、スペアリブでしょ、子羊とかローストビーフとかカモとか、やばい、北京ダックとか、そしてうなぎ天ぷらレクンね、うなぎ、イクラ、カニしか食べません。どんな子ですかね。そしてこれね期間限定のオープン記念のね1ヶ月限定となってます。このね蒸しガニがね、提供していただけるということでございます。そしてチャーシューとかね、そしてお刺身まであって、これねめちゃめちゃ和洋折衷が過ぎるっていうのはもうまさしくこのことかなと思いますね。最高です、いただいていきたいと思います。こちらねスパークリングワインノンアルコールもねございます、こちらね、オープン記念でございます。このねキャビア沿いのおつまみにつきましてもオープン記念で、どれくらい提供するかねちょっと未定みたいでございます。このカニは1ヶ月かっていうのは決まってるみたいですね。はい、ということでねいただいていきたいと思います。海峡記念のスパークリングワインいただいてます。いただきます。じゃあねいただいていきます。まあ、レイ君ね本当にうなぎめっちゃ食いますね。うなぎ、うん、しっかりうまい、もちろんね。いやーこれねやばすぎますよ、和洋折衷がすぎます本当に。ローストビーフもめちゃめちゃボリューミー、ポン酢でねいただいていきます。いやー最高すぎます。これね食べ進めてお部屋に戻って、今日はねまた YouTube ライブやっていきたいと思います。とりあえずゆっくり楽しんで、ちょっとねバーとかも行きたいなと思いますけど、がっつりいただいていきたいと思います。うまっ、エビ、カニちゃんです。はい、こちらね26階でございますが、ペントハウス仕様でですね別にね、ルームキーが必要となります。はい、26階、ちょっとねどんな感じか気になりますね。はい、遅くなりましたけれどもね、今お部屋に戻ってきましてお腹いっぱいなんですけど、 Wi-Fi 接続しましたので速度をね測っていきたいと思います。行ってみましょう。はい、速度の方出ました。ダウンロード下りが 266Mbps、 アップロード上りが 180Mbps、 Wi-Fi 速度が 223Mbps 出てまして、バチクソ速い。これはねもう安定してライブをねお届けできるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ごちそうさまでした。めちゃめちゃ美味しかったです。もう和洋折衷がね過ぎるってのはもう本当にあれですね。いやーめっちゃ美味しかった。エビもプリプリで、お肉もお寿司も堪能できて、もうケーキとかまで全然たどり着けませんでした。はい、でスタッフさんにね、朝食の方はどんな感じですかっていうことでね、一応ヒアリングしてみたところ、まあ結構ね、いい感じでしたっていうことだったので、まあ、ちょっとね明日もね楽しみだなっていうふうに思います。で本日ね9月24日ヒルトン横浜さん開業ということなんですけれども、まあ、やっぱりねラウンジはめちゃめちゃ混雑してました。その理由としましては、まあ、今回ね稼働としましては 70% 程度なんですけれども、そのうちのね半分以上はダイヤモンドステータス、もうしょうがないですねこれはね。はい、でまあねビュッフェ台の奥の方、まあ、朝食で使うところのスペースも、まあ、利用されるのかなと思ったんですけど、あそこはね開放されず、手前のねところで、まあ、チーズだったりとか、ハムだったりとか、まあ、そういった一般的なねやっぱおつまみ程度の、まあ、ラウンジということでございますので、まああれがねもっとご飯食べれるご飯みたいなね、メニューであればもっとね人滞留すると思うので、なかなかね混雑改善されないんじゃないかなというふうに思いますね。まああれはあれでいいんじゃないかなと思います。もうレストランがねめちゃめちゃ美味しかったですね。で一方でですね、レストランの方につきましては、私もう予約開始になったタイミングでですね、インターネットで予約させていただいて、ヒルトンのね、ヒルトンオーナーズの番号とかも入力させていただいて、そこにはですねきちんとね、ヒルトンのゴールド以上の方であれば 25% オフになるっていうのが明記されております。したがって今日はね
その特典も受けることができて、1人7800円のところですけど、まあ、割引が効いてですね、実際1万1900円とかだったかな、ということで、割引がね、25% オフとなっておりました。まあ、ただ、予約時にね、ちゃんとそれが割引になるのかどうかっていうのは皆さん一応ご確認していただいて、ネットで予約される方であればネットにその記載があるのかもご確認していただいた上でですね、予約をしていただくのがよろしいのかなというふうに思います。まあ、基本的にはなんかね、25% 割引にというのは、なんか12月から開始にするとかっていうこともなんか一方でね、言われてるお客様もいらっしゃったので、ひょっとすると予約のタイミングによっては、まあそういった明記があったりとかなかったりとかっていう時期が、切り替わりの時期がね、あるのかもしれませんので、そこね、皆さんご確認していただければというふうに思います。ということで、まあ、とりあえずね、これから広いせっかくね、お風呂なので、ゆっくりお風呂に浸かって、22時半からライブね、お届けさせていただいて、ライブ後、もうね、明日アップできるように編集したいと思いますので、頑張ります。22時半のライブにつきましては、上の方にアーカイブね、出しておきますんで、よかったらそちらもご参照いただければというふうに思います。ということで、ゆっくり休ませていただきたいと思います。おやすみなさい。はい、おはようございます。いや、ぐっすりね、眠ることができました。ベッドね、結構固めですね。枕は柔らかめですけど、なんかね、包み込んでくれる感じで非常にね、寝やすかったです。今日は、まあ、晴天かな？ちょっとね、曇り空なんで日差しが強くなさそうなんでね、過ごしやすそうですけど、昨日もそうですし、今日のね、今朝もまたお風呂入ってきましたけど、このね、バスタブがめちゃめちゃ広い。私ぐらい、172ぐらいありますけど、寝っ転がってもね、足が伸びてちょうどいいぐらい。下手するとなんか溺れそうなぐらいなので、皆さん気をつけてくださいね。もう本当にね、快適でした。最高です。で、早速なんですけど、これからね、朝食会場の方向かっていきたいと思います。今ね、もう8時40分ぐらいとなってまして、まあ、どれくらいのね、混雑状況かっていうところをね、ちょっと見ていきたいと思います。行ってまいります。はい、こちらのね、個室をね、地に取っててくだったので、スムーズにね、入ることができました。まあでもね、今、待ちはなくて、前にね、一組いらっしゃったぐらいで、すんなり入ることができました。はい、ということで、こんな感じでですね、持ってきましたもんね。本当にね、種類が昨日の、ディナービュッフェと同じぐらいね、あって、もうどれをね、取ったらいいんだろうみたいな感じで狙いました。まあ、スタッフさん一応したら、やっぱりこのオムレツと、奥の方にね、オムレツの脇にあります、パンケーキだったり、フレンチトーストとか、あとなんやかんやのよね、ここら辺がやっぱりおすすめみたいですね。まあ、ただね、カレーとかもね、美味しそうだったんで、今日はね、和食は全然取れなかったです。はい、ということでいただいていきたいと思います。これ最高じゃないですか。はい、ではね、いただいていきたいと思います。もう本当にね、どれから手つけていいか分かんない感じですね。とりあえず一番ねおすすめされた、もうちょっとね冷たくなっちゃったんですけど、オムレツいただいていきたいと思います。結構ね薄めのオムレツ、チーズとハムですね。いただきます。うん、うまい。まあ、オムレツって感じですね。美味しいです。なんかね、あとハワイアンっぽい感じもあってね、まあ、カレーに目玉焼き入れるとハワイアンっぽくなる。
カレーも結構ね、味が濃いめですね。そしてね、パンケーキなんかもこんな感じでオリジナルね、作っていただくことができるので、ここら辺ね、はい、ココナッツソースとグアバソースってね、面白い、これいい、この奥のパンケーキとか、こういったあのチーズが挟まってるサンドイッチとか、多分ね、こっちで攻めた方がいいと思う。今和食も結構そうだから、今日は和食取ってないんですよね。でも悩めるのは本当に嬉しいですね。贅沢な悩みです。じゃあね、ここで食べ進めてお部屋の方に戻ってね、ゆっくり過ごしていきたいと思います。最高。はい、ごちそうさまでした。めちゃめちゃ美味しかったです。混雑状況もね、心配してた混雑はなく快適でございました。本日ね、こちら、ヒルトン横浜さん開業日一泊ね、宿泊させていただきまして、まあ今日はですね、おかげさまで14時までね、レートチェックアウトいただいてます。まあ、お部屋によってはね、やっぱり12時だったりとか13時が目いっぱいっていうところが、ほとんどなんですけども、ありがたいことにね、14時までレートチェックアウトいただくことができておりますので、まあ、これからね、編集作業を行って、本日中にですね、動画公開したいなというふうに思います。で、総じてですね、まあ、昨日のね、YouTube ライブとかでもお話しさせていただきましたけども、ホテルの質はね、めちゃめちゃ高い。すごくいい。まあ、一つね、ラウンジの、オペレーションの部分、まあ、昨日はね、まあ、ちょっと特別な日ということもあって、開業日でね、特別な日ということもあって、まあ、しょうがない部分はあるんでしょうけど、やっぱりラウンジの部分が、だって7割稼働で、50% 以上がね、ダイヤモンドステータスの方で、まあ、エグゼクティブフロアの方もいらっしゃるし、まあ、やっぱりラウンジの混雑状況、あとはね、お料理の、お皿がちょっとコンパクトなんで、結構ね、すぐなくなっちゃったりして、ラウンジのビュッフェ台のところにやっぱ人がね、滞留するっていうのが、すごく、昨日はあったな、というふうに思いましたね。だからちょっとね、違う目的のものを、間ね、失礼して撮りたいっていうこともなかなかしづらい雰囲気だったりね、するので、ちょっとあれだけ撮りたいんだけど、列に並べなきゃダメ、みたいなね、感じもあって、やっぱり列ができちゃった。人が滞留しちゃったっていう部分は、あるかなと思います。で、そのビュッフェ代だけに限らず、まあ、ビュッフェ代がそういう状況だからね、皆さん食が進まない、お酒が進まなくて、回転が悪くなってるっていうのはやっぱりあると思いますけど、ラウンジの入り口の部分からやっぱエレベーターホールぐらいまでね、長くて列ができちゃったっていうのは、まあ、一つ、今後 の多分ね、伸びしろ改善策を多分されるんじゃないかなっていうふうに思いますんで、まあ、唯一ね、気になるところは、まあ、そこぐらいでしょう、私個人的には。皆さんの方でなんか他に聞いてあるところとか、あればですね、ぜひ教えていただければなっていうふうに思いますので、コメントとか入れていただけると嬉しいです。で、私としましてはね、もうここはもう完全に再訪します。もうなんやかんや、もうあさって、しあさってか、もう再訪します。はい。というホテルで、今のところね、1月ぐらいまで、多分ね、8滞在ぐらい予約取ってますんで、まあ、そこはね、ちょっと楽しんで、行きたいなというふうに考えております。皆さんもね、ぜひ、まあ開業日からちょっとね、開けた方がいいかもしれないですけど、まあ今のね、クオリティでも十分おすすめできる、ホテルだと思いますし、1ヶ月間だけね、レストランの方では開業日記念でね、虫ガニ提供があったりとか、シャンパンのね、まあシャンパンはちょっと1ヶ月やるかわかんないんですけど、開業記念の、特典なんともあったりしますんで、ぜひね、お越しいただくといいんじゃないかなというふうに思います。おすすめです。はい。ということで、これからね、早速編集頑張ってね、皆さんの参考になるような動画作れれば嬉しいです。ということで、今回の動画につきましてはこちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったよとかは、ぜひね、高評価ボタンとコメント、気軽に残しておいていただけると嬉しいです。概要欄下の方に私、Twitter、LINE、Instagram やってまして、URL の方も貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。私の動画の方ではこういったホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。情報の見逃しがないようにぜひ、チャンネル登録とベルマークの通知ボタン、応援するつもりでもぜひよろしくお願いします。次回以降の動画もチェックしていただけると嬉しいです。ということで、また次回次の動画でお会いしましょう。